売上前年比230%アップ。平野が CM で火をつけた緑人相だの快進撃。日本のエンターテインメント界は常に変動し、新しい顔や才能が次々と登場する中で、数少ない真のスターが輝きを放ち続けています。その中の一人が、ダンスボーカルグループ、ナンバーアンダーライン愛のメンバー、平野翔です。彼のカリスマ性と多彩さは、 ファンの心を掴んで話さず、最新の成功例としては、サントリーの緑人ソーダの売り上げに大きな影響を与えました。この成功の背景には、彼の魅力だけでなく、現代のマーケティング戦略やファンとの強い絆があります。平野翔は、その卓越したダンススキル、魅力的なボーカル、そして自然体のパーソナリティで知られています。彼のファンは若者だけでなく、幅広い年齢層に及び、 その人気は国内外に広がっています。平野の影響力は彼が登場する CM や広告が視聴者に与えるインパクトからも明らかです。サントリーが彼を緑人ソーダの新 CM キャラクターに起用したのもその影響力を期待してのことでしょう。平野が CM に起用された今年2月以降、緑人ソーダの売り上げは驚異的な伸びを見せました。前年比230%という売り上げは 単なる一時的なブームではなく、継続的な人気を証明しています。この成功は、商品の魅力とともに、平野の存在が大きく寄与していると言えるでしょう。彼のファンが彼を応援するために購入するだけでなく、彼の CM を通じて、新しい消費者が緑人相談に興味を持つようになったのです。こうした大成功を受けて、一度は撤去された平野賞を起用した巨大広告が、 東京、渋谷の宮下パーク入り口に再び登場しました。この広告には、意図嬉しい。意図ありがたし。皆さんのおかげでまたここでお会いできました。という感謝のメッセージが添えられており、平野のファンへの感謝の気持ちが込められています。この広告は単なる宣伝にとどまらず、彼とファンとの絆を象徴するものとなっています。平野翔の成功は、 現代のマーケティング戦略がいかに効果的であるかを示しています。企業は単に商品の品質だけでなく、ブランドのイメージやターゲットとなる消費者との関係性を重視しています。平野の起用は、ファンの心理を理解し、彼らとの関係性を強化するための一環です。彼の自然体な魅力と共感を呼ぶパーソナリティが、商品のイメージと合致し、消費者に強い印象を与えることができました。 平野翔の成功の背後には、彼とファンとの強い絆があります。彼は常にファンの声に耳を傾け、彼らの応援に感謝の意を示しています。この姿勢が、ファンをさらに熱心な支持者にし、彼の活動を支え続けています。ファンの応援が彼の活躍を支え、その活躍がさらにファンを喜ばせるという、ポジティブなサイクルが生まれています。平野翔の成功とその影響力は、 エンターテインメント業界やマーケティングにおいて一つのモデルケースとなり得ます。しかし、今後彼がどのような新しい挑戦をするのか、そしてその挑戦がどのようにファンや業界全体に影響を与えるのかは、まだ未知数です。平野翔と緑人相打の成功物語は、彼の次なるステージを期待させるものであり、その未来に対する興味をかき立てます。最後に、皆さんに問いかけたいのは、 あなたはどのような要素が一人のアーティストをここまで成功に導くと考えますかそして、今後のエンターテインメント業界における新しいトレンドや戦略はどのように進化していくのでしょうかということです。これらの問いについて考え、共に未来のエンターテインメントを見守りましょう。次なる挑戦と未来への期待。平野翔の次なる挑戦がどのような形で現れるのか 多くのファンや業界関係者は興味深踊り子です。彼の才能とカリスマ性を活かした新たなプロジェクトがどのように進化するのか、そしてそれがまたどのようにファンの心をつかむのかは大きな注目を集めています。例えば、彼が新たな映画やドラマに出演する場合、その作品の成功にどれほど寄与するかはもちろんのこと、どのような役柄で彼の新たな一面を見せてくれるのかも気になります。また、 音楽活動においても新しいジャンルに挑戦することや海外進出を目指すことで彼の影響力がどこまで広がるのかも期待されます。マーケティングの新潮流平野章の成功事例はマーケティングの新しい潮流を象徴しています。従来の一方向的な広告宣伝からファンとのインタラクティブな関係性を重視する方向へとシフトしています。ソーシャルメディアの活用はその典型であり、 平野自身も SNS を通じてファンとの交流を深めています。このような双方向のコミュニケーションがブランドの忠誠心を高める鍵となっています。社会的影響と責任。平野章の影響力はエンターテインメントやビジネスの枠を超えて社会全体に波及する力を持っています。彼が取り組む社会貢献活動やチャリティーイベントはファンだけでなく多くの人々にインスピレーションを与えています。 彼の活動を通じて、社会にポジティブな変化を促すことができるのです。また、彼の成功は次世代のアーティストにとっても大きな励みとなります。若い才能が彼の足跡をたどり、同じように成功を収めることで、エンターテインメント業界全体が活性化されるでしょう。エンターテインメントの未来。平野翔のような存在が示す未来のエンターテインメントは、よりパーソナルで、 ファンとのつながりを重視するものになるでしょう。デジタル技術の進化により、ファンとアーティストの距離はますます近くなり、直接的な交流が増えることで、エンターテインメントの形も変わっていきます。また、グローバル化が進む中で、日本のアーティストが海外で成功を収める機会も増えていくでしょう。平野翔章のようなカリスマ的なアーティストが国境を越えて活躍することで、 日本のエンターテインメントが世界に広がる可能性も高まります。平野翔の成功とその背後にあるストーリーは、エンターテインメント業界やマーケティング戦略における多くの学びを提供してくれます。彼のカリスマ性、ファンとの絆、そしてマーケティングの新しいアプローチは、現代のビジネスにおいて重要な要素です。未来のエンターテインメントがどのように進化していくのか。 そしてその中で平野翔がどのような役割を果たしていくのかは非常に興味深いテーマです。彼の成功は単なる偶然ではなく努力と才能、そして戦略的なマーケティングが結びついた結果です。あなたは平野翔の次なる挑戦にどのような期待を寄せていますかまた現代のエンターテインメント業界で最も重要だと思う要素は何でしょうかこれからのエンターテインメントの未来について 共に考えていきましょう。平野翔の今後の活躍を楽しみにしながら、私たちもまた、新しい時代のエンターテインメントを作り上げる一員として、彼の歩みを見守り続けましょう。